上流灯。上流灯とは、上流に使用される登場の装置のことである。実験室で使用される、高さ 10cm、直径 2cm 程度のものから、石油化学工業で使用される、高さ 100m、直径 10m もある巨大なものまで様々な大きさのものが存在する。上流灯には本体である、灯部分に加えて、上流する原料を予熱して気化させる。 気化器と流出物を冷却して凝縮させて回収する凝縮器が付属している。上流糖の中でも気液の接触面積が大きくなるような構造を持ち、気化、気発性成分の増解気化再気化、気発性成分の増解気化というサイクルを糖内で効率よく起こさせることにより分離の脳を向上させたものは特に清流糖と呼ばれる。 小スケールの実験で使用される最も単純な上流灯はトジカンであり、気化は通常のフラスコを水浴や油浴などで加熱することでなされる。また、凝縮機は DV 比冷却機が使用され、これをトジカンの速管に接続する。灯内で凝縮した液滴が蒸気の流れによって冷却機の型に運ばれてしまい、生成効率が低下するのを防ぐために、 とじ間の代わりに、軽時間、クライゼンヘッドが使用されることもある。また、沸点が室温より、若干高い程度であったり、水のように凝縮熱が大きかったりして、凝縮しにくい液体を蒸留する場合には、リービッヒ冷却器の代わりにより、効率の高いアリーン冷却器アリーヒ、グラハム冷却器が使用される。沸点が、室温以下の液体を蒸留する場合には、 冷却器に流す冷媒として冷却した不凍液などを使用したり、デュアー冷却器により、ドライアイスや液体窒素で冷却して流出物を補修する。また、分流を行う場合には、二股アダプターを使用したり、パーキントライアングルのようなフラクションカッターを使用して、角止め分を分別補修する。整流する必要がある場合には、灯内の壁面に角をつけて、 気液接触面積を増やしたビグリューカラムのような整流用のカラムが使用されることもある。また工業的にはあまり使用されないが実験室で使用される高性能の整流灯として回転バンドカラム、スピーニングバンドカラムがある。これは上流灯内部で上流灯にぴったりフィットする螺旋系の角半ネを高速回転させるものである。 上流灯内を硬化する液滴は高速回転する羽根の表面で強制的に広げられて薄膜を形成する。そのため気液接触面積を強制的に大きくすることができ、高い理論弾数が得られる。よりスケールが大きくなった場合には工業的に使用される上流灯、棚弾灯や重点灯のミニチュアの装置が使用されることもある。 工業的に行われる上流はまず海分式上流、バッチ式上流と連続式上流に分類できる。海分式上流では上流等の底部が上流釜となっており、ここに原料を仕込む。加熱は上流釜を直接加熱水蒸気やオイルで加熱する方法と上流釜から液体の一部をリボイラーと呼ばれる加熱装置に送って加熱し、上流釜に戻す方式がある。 解分式ででは一度ににの容積のの量量しか処処理理きないため、比較的少量の処理に使用される。大量の処理を行う場合には連続式蒸留が行われる。この場合には加熱器で気化した原料を蒸留等の中段に導入する。蒸留等の頂上からは揮発性の高い成分に飛んだ流出液が得られ、底部からは揮発性の低い成分に飛んだ寒冷液が 得られる。流出液と寒冷液を合わせた量が供給した原料と同量になるようにすることで、上流等は定常状態となる。凝縮器は、いずれの上流も DB 比例客器のような二重管式熱交換器や多管円灯式熱交換器が使用される。一旦液体から蒸発した機体が上流灯内で凝縮して液体となることなく流出するような上流を、 誕生流という、連続式の誕生流はフラッシュ上流とも呼ばれている。中が中空の上流等を使用している場合、その上流はほぼ誕生流とみなすことができる。誕生流では分離能力が低いため、化学工業では生成よりも溶媒の回収などに使用される。また醸造紙から上流紙を作る工程はほぼ誕生流とみなせる。 生成のためには、清流が行われる。清流を行うための上流灯。清流灯は、気液接触面積を大きくするための工夫がされている。また気液接触を十分に起こさせるために、灯の頂上から流出した液の一部を、灯内に戻す寒流弁が設けられているのが、普通である。清流灯は大きく、分けて棚断灯と重点灯に分類される。清流の性能は、 理論弾数によって評価される。棚弾頭は、塔内に水平な棚板、トレーをいくつも設置して区切ったタイプの整流塔である。この区切られた上流塔内のそれぞれの空間を弾という。各弾においては、気液の平行が成立しており、より揮発性の高い成分に富むことになった気層は、上の弾に送られ、より揮発性の低い成分に富むことになった液層は、 下の段への流れ落ち、そこで、また気液の平行が成立する。このようにして、塔の上部の段ほど気発性の高い成分に富み、下部の段ほど気発性の低い成分に富むことになり、分離性能を向上させることができる。棚段頭は用いている、棚板の形式によってさらに細かく分類される。基層が上部へ移動するための細かい穴を、多数設けた棚板、シーブトレを用いた、 多工板灯や、その穴の部分にキャップをつけて気層が液層を通過する、時に泡立たせることで、気液接触面積を差に増やすとないた、バブルキャップトレイを用いた包装灯などがある。棚弾灯は安定に運転できる、操作範囲が広い、処理能力が大きいというメリットがある反面、灯内の構造が複雑で装置コストが大きい、圧力損失が大きく高真空の上流に不向きといった、デメリットある。 重点糖は、中空の上流糖内に何らかの重点物を入れ、その表面で、気液接触を行わせるタイプの整流塔である。棚弾糖と同じ機構により、糖の上部ほど揮発性の高い成分に富み、下部ほど揮発性の低い成分に富むことになり、分離性能を向上させている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。